そして今日も試合を決めるホームラン、浅村秀人、今日はこの2人のお立ち会いです。放送席、そしてイーグスファンの皆さん、お待たせしました、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは9勝目をマークしました涌井秀章投手、そして決勝のツーランホームラン、浅村秀人選手です。まずは涌井投手に伺います。今日は雨で試合開始が遅れる難しいコンディションとなりました。どんな意識でマウンドに上がったんでしょうか。そういう遅延は慣れているので、またかと思って待ってました。そんな中でも5回まではパーフェクトピッチングでした。今日はどんなところが良かったですか。なんですかね、ベンチ裏で浅村が僕今日打ちますんでってずっと言ってたんで、あ、これはた、あの、頼りになるなと思って集中して投げようと思いました。その通り、浅村選手が打ってくれました。ベンチではどうご覧になってましたか。裏で見てて、まさか本当に打つと思ってなかったんで、ちょっと慌てて、裏から走ってきてギリギリ間に合ったんで、こうグータッチできました。その後は浅村選手とは何か会話はありましたか。何も。ここで伝えたい思いはありますか。いや、もう明日からもう浅村様と呼ぼうかなと思って、明日だけ、はい。これで8月19日以来の9勝目ということになりました。2桁勝利も見えてきましたね。まあでも本当は1ヶ月かってなかったんで、やっぱり勝ちたい勝ちたいっていう気持ちがすごい、まあ、強すぎたのかなっていうのがあったので、今日はまた、一から本当に集中して投げました。雨の中、最後まで声援を送ってくれたファンの皆さんに次の登板に向けてメッセージをお願いします。明日も勝って、明後日も勝って、ずっと勝って、また勝って、浅村が打ってくれると思います。皆さんも浅村様と呼んでみましょう。涌井投手でした。ありがとうございました。さあ、続いては涌井投手から大きな大きな期待を寄せられています浅村選手にお話を伺います。同点で迎えた7回ノーアウトランナー1塁で打席が回ってきました。どんな意識で打席に立ったんでしょうか。まあ、後ろにつなごうと思って、まあ、茂木もいますし、いいバッターいっぱい後ろにいるんで、僕も大地さんみたいに、後ろにいい形でつなごうと思いました。右中間スタンド逆方向への一発でした。打った瞬間の感触はいかがでしたか。完璧です。2試合連続でのホームランとなりました。現時点でホームラン、打点数、リーグトップです。このあたりはいかがですか。まあ、まだまだ試合あるんで全然意識はしてないです。はい。またご自身のホームランで涌井投手に勝ちがついた、大きな1勝ですね。そうですね、ずっと、いいピッチングしてたんで、その中で勝たせてあげれなかったっていうのが、まあ、責任感じてましたし、まあ、今日は勝たせてあげたいと思って必死に行きました。さあ、これでチームは4連勝、2位ロッテとは 3.5 ゲーム差に縮まりました。明日もゲームがあります。明日に向けて意気込みをお願いします。まあ、3つ勝つつもりで、初戦から挑んでましたので、とにかく明日勝ちたいと思います。ありがとうございました。今日のヒーロー涌井投手、浅村選手でした。それではヒーローのお二人には楽天ポイント10万ポイントが贈られます。おめでとうございます。ありがとうございます。それでは勝利の儀式番は浅村選手ですね。スタンドのお客様は大きな声を出さず手を大きく掲げて番をお願いします。
それではいきます。3、2、1、バーン。ありがとうございます。今日のヒーローは浅村選手、涌井選手でした。